花がいっぱい咲いていて、すごく素敵な場所ですね。うさぎさん、秘密の場所に連れてきてくれて、ありがとうございます。え？この大きな岩をどけてほしいんですか？わかりました。うさぎさんのお願いですし、どかしてみますね。せーの、えい！わー、すごい！岩があった場所から綺麗な水が湧き出してきました。このために僕をここに呼んだんですね。探検隊の音谷くんと愛ちゃんにも急いで知らせに行かなくちゃ。うさぎさん、二人を一緒に探してくれますか？ミュウちゃん先輩もどうぞ。コテージから紅茶を入れて持ってきたんです。氷もあるのでアイスティーもできますよ。あ、向こうの茂みからウサギさんが顔を覗かせていますね。さっき森を探検した時にお友達になったウサギさんなんです。あ、今度はお友達のコジカさんとリスさんも連れてきてくれたんですね。僕たちのお茶会へようこそ。みんなが食べられるお菓子も準備してきたので、よかったらこの森のことをもっと教えてもらえませんか？おいしい木の実のある場所とか、綺麗な景色とか、いろいろお話ししたら、その後は一緒に歌いましょう。きっと宝物のような時間になりますね。